北海道社名軍の一社名軍は、北海道根室振興局の軍、以下の一村を含む、当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を参照のこと。エトロフ島北東部に位置し、東は、シベドリ軍、西は、フルベ別軍に接しており、当初は、エトロフ島五軍中で、最も面積が広かった。 中心集落は、シャナで、村役場の他裁判所の登記書も置かれた。また、シャナ川の河口には、エトロフ漁業の大規模な缶詰工場が、建設されるなど、三プ半島東岸の別日も合わせ明治期の、エトロフ島では最も栄えた地域だった。しかし、人口は、昭和初期にピークを記録した後、減少傾向となった。江戸時代中期、シャナ群域は、 東江戸地に属し法歴4年正さ藩によって開かれた、くなしり場所に含まれた。完成11年には、高田や貨幣によって、エトロフ航路が運航されるようになる。同年、社名軍域は、抗議五領とされた。江戸時代後期に差し掛かると、くなしり場所から分立した、エトロフ場所が開かれ、エトロフ会所や漁場が設けられる。 近藤十三によると、完成12年には7号中2号7、村が、社名軍域にあり、人口も150人ほどを数えている。文化3年には、高田屋貨幣によって、ユーモエ神社と社名神社が創立された。同年7月27日、杉江門な6名の喜び小丸乗組員たちが、しべとり軍域の番所から、社名の会所に到着。 漂着した北千島方面から帰ってきた。また、南下政策を強力に推し進めるロシアの脅威に備え、シャナには金板書が置かれ、広崎藩と森岡藩の藩兵が警護を行っていたが、文化4年4月25日会所などをロシアが攻撃、略奪、放火する、シャナ事件が勃発し、勤務中のマミヤ林蔵もこの事件に巻き込まれている。当時、 ユーモエ村で自陣した隊長の墳墓は、史跡となっている。慶江三年恵比寿神社創立。シャナ軍行は、安政二年再び抗議御料となり、仙台藩が警護に当たったが、安政六年の六半分領後も、抗議御料のままであった。別非神社も幕末頃創立されている。母親戦争終結直後の1869年。 大法律令の国軍里政を踏襲して、社名軍が置かれた。北海道二級町村政施行前、北海道二級町村政施行後国政調査の結果で、大正14年昭和10年のデータは、昭和10年の国政調査報告より、ありがとうございます。